こんにちは。今日はこれ前回作ったピンクッションなんですね。でそこのコメントで、まあ綿を結構ねその時もしっかり入れたんですね。なんか入れたけど、その綿も今はこうふっくらなっててもすぐへちゃがってきますよって書いてくださってる方がいて、で、まあ、これもねハサミ刺さりそうとかって書かれてたからちょっと刺してみてるんですけどね。なんかね、もうこういうここに刺すっていうのを決めてやると刺さるかなと思って、まあ私のハサミは結構鋭いからね刺さるのかなっていう感じですよね。まあこんな感じで結構ねへちゃがってきてるんですよね。もうこの上ほぼ綿がいってないみたいな感じなんで、ちょっと爪で変えていく、爪変えていくっていうかね、詰めていくだけの動画なんですけどよかったら見てみてください。でこれ前この分しか使ってないんでまだまだ編めるので、まあ入れていこうかなと思います。なんか本当はねこうなんか書かれてましたね、こう綿を割って、で縦と横に重ねて、その上からこうツンツンして、で固めてから入れた方がいいっていうのが書かれてて、そのツンツン刺すのがなくて、まあこういうのでもいいのかな。なんか結構刺すような専門のっていうかありますよね、こういう。なんか前持ってて一回捨てちゃったからね、もうまた買うのもどうかなと思って。まあそんな感じでちょっとね、やっていこうと思います。はい。開けるとこういう感じになってて、まあ、カットしてもいいみたいな感じですよね。前はね、この長くこうやってやっただけなんで、まあここはね、カットして、まあ、こうやって、カットして、で言われてたのはこういうことですよね。こうやって割ってこう重ねてツンツンして、でこういう風に丸めていくっていう感じですよね。多分こんな感じでね、まあこのまま入れれたらいいんですけど、まあこれもね、あボンドもね言われてましたね。セリアに売ってるクラフト小町っていうのも何件か書いてくださってて、まあ、ここのコメント以外にもね、すごい、誠太郎さんが好きそうなボンド売ってますよって、結構前々からね、言われてて、なんか気になってるは気になってるんですけどね、今のボンドが結構気に入りすぎて、まあね、結構今のボンドもね、ついてたかなって思いますね。ここはちょっと剥がれちゃったんですけど、ここしっかりついてるんで、これね、中、速乾ボンドに変えてるんですね、私。多分ね、元々のボンドはね、まあ無理だと思うんですけど、まあ、結構ね、強く引っ張ってもまたついてるんで、こうしっかり。やっぱね、これでいけるかなと思ってるんですね、速乾ボンド。まあ、今回もね、これ、速乾ボンドが中に入ってて、こう詰め替えて、使ってるんですね。こんな感じに。で、またこの上で足りない部分は、こういう大きい穴を開けることにはなるんですけど、まあ、ハサミ入れるところにしようかなと思って。まあね、ちょっとずつこうやって詰めていこうかなっていうだけの動画なんですけどね。こんな。だからね、多分前、こうやって一緒の感じで詰め替えて、ん?作ってくださった方、へちゃがってきてるのかなって思ったらちょっと申し訳ないですね、私は。まあね、ほんとわからないまま作ってたりとかするんで、私。そうやってね、コメントで教えていただくんですよ。こうやってね、ここくちょっとですね、こうやって入れていこうかなと思いますね。まあ、まだまだだったらね、こうやって横から入れてもいいと思うんですけど。私はね、たまたま開いてるから。やって。結構ね、その針で刺して、固めたものを先に入れてっていうのも言われてましたね。やっぱり針が沈んでいっちゃったりするんで。なんかね、普通の針とかは大丈夫なんですけど、めちゃくちゃ細い針ありますよね。こういう、こんな、何やろ、これ。わからないわね。使ってて、これビーズに使ってるんですよね。このめちゃくちゃ細い針。こういうのはね、もう自然とスーってね、こうやって中に入っていってたんですよね。だからこういうのまずいなと思って。こうやってね、詰め替えてるだけの動画って、ね、とかね。ボンドを詰め替えてるだけの動画とかも存在するんですけど、うちの動画。まあ、結構ね、そういうのも言われたりとかするので、
どうやって詰め替えるんですかとか、まだまだですね。こうやってね切っていいんだと思ったら結構楽に使えるかなと思いますね。このふわっと羊ちゃん、羊毛フェルト、これね無理があるかな、よくこれやんな、かなりね入れれますね。これ一つ全部入るんじゃないかっていう、やっぱりねこうふわーってなってきてたんですよね。これ一つ全部使うかな、使いそうな勢いなんですけど、でもそれはそれでね、まあ全部使い切れるからいいんですけどね。どうかな何を見せられてるんだって感じですけどね。まあまだまだですよね、結構入りますよね。あ、でも結構しっかりしてますね。こういう太いのとかスーってなってたんで、これ全部入りそうな気がします。何を見せられてるんだ見せさせられてるんだ動画ですよねこれ。でもやっぱりこういうのも伝えしとかないと、なんかあのへちゃがるじゃないかみたいになると思うんで、やっぱ可愛いからね長く使いたいですよね。まあ、中もねこれ100円だからまあ詰め放題ですよね。あ、結構いける感じかな。全部いきますねこれもう全部いっちゃおうか。これ一つ全部使いましたね。最初からあの切らないで全部丸めて入れるのもいいかなと思います。まあこの容器に対してってことですよね結局全部使うっていうね。でも無駄がないからいいですね。なんかちょっと置いといてもっていう感じなんで、私結構ねこういうのもねやりたいんですけど本当は。でもねなんか何回かねやってみたんですよね。でもなんかセンスがなくて無理だったんで、まあ、作れたらめっちゃ可愛いですよね。だから編み物とかもねこうなんて言うんだろう、あの組み合わせたりとかもできるじゃないですか。やっぱりね編み物だけしかできなくて、私すっごいもっこりなしこれでいいんかな。でも結構しっかりした感じはしますね。まあ、ちょっとここ開けといてもいいかもしれないですね。またあのへちゃがった時に、まあ、へちゃがらないのかもしれないですけど、へちゃがった時にまた詰めれるように、まあ、結構しっかりしすぎて今度どうかな。あ、いきますね。この細い針がねやっぱり不安だったんですよ、沈んでいくから。あ、いけますね、いい感じ、いいですね。あの太い針はねちょっと力入れてやらなきゃっていうところはあるんですけど、あ、いい感じですね。これでちょっと使っていこうかなと思いますね。針を刺すのもねちょっと気を使ってたんで、うん、こんな感じでちょっと使っていこうかなと思います。まあ、それだけのなんですけど、あ、でも刺さらなくなってあのハサミは刺さらなくなったんですけど、あ、こんな感じでちょっと使っていこうかなと思いますね。うん、まあ長く使っていきたいんでこういう風にちょっといい感じですね。教えてくださった方ありがとうございます。こうやって使っていこうかなと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。